こんにちは。こんにちは。NGO 世界を見つめて、司会進行を務めます、ダイアログ4ピープル代表理事、フォトジャーナリストの佐藤圭です。そして今回もご一緒していただくのは。はい、圭さんよろしくお願いします。同じく担当させていただきます、鎌倉幸子です。皆様どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組、どのような番組なのか、鎌倉さんの方からご説明いただいてもよろしいでしょうか。この番組は毎回日本の NPO や NGO で働いている方をゲストに招いて現地での活動やゲストの方の思いをがっつりと伺う、そんな番組です。はい、毎回ゲストの方々をお招きしてその方々が取り組んでいるトピックについてお伺いするんですけれども、はい、やっぱりそれぞれ本当に専門分野ということでちょっと知っていてもそこまで知らなかったなというような気づきを毎回僕もいただきます。はい、私も本当に毎回ですね、本当にいろんな活動がされてるんだな、でいろんな活動がされてるイコールいろんな課題がこの世界中日本中にあるんだなと、感じながらお話を伺っています。はい、ということでですね、前回までは主に海外で活動をする、そうした NGO の方々にお話を伺ってきましたが、はい、今回は日本を主な活動地域とされている NPO の方になります。それでは早速ご紹介したいと思います。本日のゲスト、セカンドハーベストジャパン政策提言担当マネージャーの柴田裕二さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。僕自身ですね、この食の問題について一般的な関心はありつつも、なかなかこう深いところまで世界的に食がどうなっているのかとか、今後どうした問題があるのかということは知らずに過ごしてきてしまったなということを思ってますので、今日はお話を伺いますことをとても楽しみにしておりました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、では早速なんですけれども、このセカンドハーベストジャパンさんの活動について教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、私たちセカンドハーベストジャパンはですね、フードフォーオールピーポー、まあ、全ての人々に食べ物をというのをミッションとして、活動しているフードバンクの団体になります。で、これはというのですよね、どんな人、まあ、外国籍であろうと子どもであろうと老人であろうと、また貧富の差とか、まあ、いろいろあるとは思うんですが、そんなことは関係なく、どんな人でも、まあ、明日のその食事を心配することなくこう得られる社会を作っていこうというふうでことでやっています。はい、で、まあ、このような食品というのは十分あるのでね、それを有効活用しますよということでやっています。で、我々の団体は2002年に NPO 法人格を取ってで活動をし始めた日本で最初のフードバンク団体になります。で、先ほど伝えたようにその食品というのは十分にあるんですが、そのフードバンク活動の背景でよくこう注目されるというところですと、食品ロスと貧困というふうになってきます。で、今までですね、この普通生活していると食品ロスと貧困がつながるのかっていうのが考えられるというか誤解されるところで、一応そういうフードバンク活動の背景にはそういった社会課題はあるんですが、これが密接に関係しているというわけでは実際はないんですね。で、我々のそのフードバンク、まあ、特に先ほど言ったその食品ロスと貧困のところでもう勘違いされるのは、そのフードバンクという活動をすると食品ロスが解決するんだろうというふうに考えてたりとか、まあ、フードバンクの活動をすることで貧困が解決できるだろうと思ったりするんですが、実際は私たちそういうふうには、まあ、少なくともセカンドハーベストジャパンは考えてはいなくて、あくまでもそのまだ食べられる食品だけども廃棄されてしまうもったいない食品がたくさんあるので、それを一旦我々が無料で、お預かりして、それをまあ、必要としている 15.7% の その貧困層というか相対的貧困ですねの方々に提供することで、そのマッチングをするということがフードバンクの役割だというふうに考えていますし、そのような考えでずっとやってきています。はい、有効活用できてないものを必要なところに届けるというマッチングということですね。そうですね、はい、感覚としてはもう本当、例えばその、まあ、相手がその持ってないからじゃあ食品を与えるっていうと、その何ですか、
もらう側としては恵んでもらうみたいな形にはなってしまうんですが、実際は私たちそういう何か助けようとかそういうふうにあの感覚でやるわけではなく、例えば学校のそのクラスの中で自分は消しゴムを3つ持っていると、でたまたま隣にあの座っている子、自分の友達が消しゴムを忘れちゃったというか消しゴムがなかったと、でその時にあのじゃあ1個貸すよ、俺たくさん持ってるからみたいな、そんな感覚であの、うん、我々はマッチングしていく。なのでその相手が貧乏だからとかそういうのは全くその詮索もせず考えもせず、まあ、消しゴム余剰であるからお渡しするっていう、そのぐらい の, あの感覚でやっていくっていうことでしています。であの次にですね、1本あの動画を見ていただければと思います。ありがとうございます。いや動画を拝見したの僕自身本当にあの誤解していたというか単純に考えてしまっている場所もあるなと思いました。でまたですねやっぱりあの気候変動であったり人口増であったり、まあ、食って誰しもに欠かせないものなのでこれからもますます本当に注目されていく大事な分野なのではないのかなと思うんですけれども、そもそもまずこう柴田さんがこうした問題に興味を持たれた、うん、興味関心を持たれたきっかけっていうのはどのようなものだったのでしょうか。はい、そもそもですね、あの私がこう何ですかね、食品を粗末にすることに抵抗がある人間、まあもともとそういうふうに、しつけられてきたっていうのもあるとは思うんですが、またそういう抵抗があるのと、その学生の頃からですね、あの私植物病理学という学問を専攻していて、それは作物の病害虫防除 の, あの研究なんですね。でまあ、学部生大学院の時も、まあ、大学院の時はその海外の研究所の方にちょっと所属しまして、あのそこでもその今後人口増加が世界規模で起こる中で食料安全保障をしていかないといけない、その一つの手法としてあの病害虫防除をすることによる収穫量を上げるっていうのがあった。でまあ、そういうあのところに触れていたんですが、まあ、日本に帰国してきたときに、まあ、新聞広告で、まあ、フードバンクという活動を日本でやってるっていうのが知って、まあ、土日ですね、あのボランティアで関わるようになったのがあのきっかけだったんですね。で、はい、それが本格的にこうやるようになったのは東日本大震災がきっかけでして、あのそのセカンドハーベストジャパンっていうところはそのユニークなところはその食品ロスになる前の余剰食品を本当大量に集めて、それをまあ被災地に持って行って生活再建を目指すというかですね、被災者へ の, その生活支援として有効活用にこうできるような仕組みだというのがあの理解できていて、
まあ、ここに今出てると思うんですけど、トラックに載せてるものっていうのは全て余剰のものなんですね。でこれを被災地、まあ、私が言ってたのは石巻だったので、石巻 の拠点に届けたりして、やっていたりですね。で特にこの時は津波での被害が大きかったので、被災しても全員が避難所に行くわけではない、行けるわけではなかった。なので、ある程度2階は津波の難を逃れた人たちは、避難所からその在宅に戻ってしまったんですけど、その人たちの支援というのはほとんどなくなっちゃうんですよね。そんな中でも、フードバンクという活動の中では、こう十分にこう食品というのを提供できるような活動だったというのがあって、まあ、今後ですね、私の方でも本格的に安全安心なその社会構築していく上での一つの仕組み作りっていうのをしっかりやっていこうと思ったのが今のモチベーションになっているというところでやってます。ありがとうございます。もともと興味関心がありつつもこう日本の災害をきっかけにまさにそれの果たす役割に気づかれたということだと思うんですけれども、公共の資産としてもまさにこのセカンドハーベストジャパンさんの活動って非常に大切なものなのではないのかなと思いますが、そのあたりのお話も伺えますでしょうか。はい、私たちはそのセカンドハーベストジャパンというものはその公共の資産であるべきだと考えています。でこのフードバンクの活動というかですね、その食の支援の活動という拠点の話もこれからするんですが、全てコミュニティのものだと思っています。でコミュニティの方々のための安心安全なものの資産の一つとして存在し、その管理者として自分たちがいるというふうな意識でいます。で私たち その団体の活動の中で、歌っているというかですね、言っているものにフードセーフティーネットの構築というものと、フードライフラインを強化しましょうというふうなことを2つ言っています。でそのうちの1つのフードセーフティーネットの構築というのはですね、そもそも災害時のなどの有事やその経済状態にもかかわらず、すべての人がいつでも安心して生活するために十分な、まあ、食べ物が得ることを可能にする社会環境だったり社会システムのことですね、を、示しています。でセカンドハーベストジャパンは、まあ、その食の支援においてもその交番や病院などと同じようなその公共の施設的な存在であるべきだなと思っています。でじゃあなぜ我々がこれ必要なのかっていうところで考えているのが、まあ、私たちの推計に言うと日本で食べることに困っている人は少なくても200万人はいるだろうと。で算出根拠としてはこちら出ているように、まあ、社会保障人口問題基本調査っていうのがありまして、でその中でですね、経済的理由で家族が必要とする食料を買えなかったことがある世帯の中でよくあったと答えた人が世帯は 1.6% よくあったと。でそれは日本の総世帯数の5,340万3,000世帯に対してかけると854,448世帯、それに平均の世帯人数をかければ、203万3,586人という数字が出てるんですね。なのでこの方々が少なくとも困る人だろうというふうに考えています。で、実際はこのよくあったっていうところでも、経済レベルはもうまちまちなんですね。で、想像すると多分経済的収入が少ない人たちがほとんどだろうっていうか全員そうだろうと思うんですけど、実際は違くて、ある程度高所得の方もこの 1.6% に入ってくるっていうのが研究の調査の中であるんですね。なので我々はまあそういうふうな状態になったとしても一時的であろうと、まあ、食のアクセスができないんであればアクセスしていいですよっていう考えでいます。あと昨今ですね、その社会不安というのは増大していて、まあ、非正規雇用者 その人口 増加もあります。で低収入であったりとか、あとは物価の上昇、またよく言われる子どもの貧困とかいろいろありますよね。また、タイムリーな話で言えばその新型コロナウイルスもそうです。まあ、いわゆる災害
とみなされてきているので、これによる貧困状態というのも出てきてくるかな。まあ、東日本大震災の時も経済的被害も受けた被災者の方が非常に多かったので、それきっかけで、ちょっと生活が厳しくなった人たちが数多く見られる。その中でも人間というのは食べていかないといけない。それに次のステップ行くにはやはり食べてエネルギーをつけていかないといけないところで、やはりこういうふうにセーフティーネットが必要ではないかというふうに考えています。でこのフードセーフティーネットというのを下支えするものとして、まあ、フードライフラインというものの強化が必要だと。で先ほど言ったフードセーフティーネットというのはいわゆるその、まあ、食品を受け取れる場所がこう各地域にあって、そこでみんなが受け取れるような、例えばその交番が、あるように、まあ、何かあったらあそこに行けばいいっていうところを、その食事食べ物バージョンでフードパントリーっていうのがあればいいっていうところなんですが、そこへの供給する上で通常ですとその商業ベースの流通網というのはもう今出来上がっていると思うんですね。ですがそういうフードバンク団体が使うものっていうのは市場価値がなくなってしまった、普通の流通には乗らないものを、新たに、使っていくっていうところなので、いわゆるその福祉的流通網の構築が必要だというふうに考えています。ありがとうございます。いや食っていうとあまりにもこう短すぎて考えていなかったところもあるんですけれども、本当に命に直結するライフラインとしてどれだけ大切なものかということが伝わってきました。でセカンドハーベストジャパンさんではですね、こうしたこう食と一言で言ってもなかなか後ろにさまざまな背景があるかと思いますが、4つの大きなプログラムをされているということで、そちらをご説明いただけますでしょうか。私たちの活動の中では4つありまして、1つはハーベストセントラルキッチンというかですね、キッチンプログラムがあります。これは、路上生活している方々への炊き出しの活動をしていました。で、そこから発展させていって、今はそのお弁当の配食事業であったりとか、まあ、一人親家庭へのその無料のお弁当の提供という事業をやっている。で、私たちの活動の根幹を支えるフードバンク活動というのがもう一つありまして、対企業さんから、余剰となっている食品を受け取り保管して、配送するという活動がフードバンク活動で、これは B2B の活動になるんですね。で、先ほどから言っているそのフードセーフティネットを構築する中で重要なところがこのハーベストパントリー部というところで、パントリーというのはそういった企業さんから、寄贈された余剰食品を個人の方に提供していく活動になるのと、こういった活動を、広げていく役割をしています。また私が今現在担当している政策提言と発展というところですと、フードバンク活動もしくはそういったそのフードセーフティーネットについて のアドボカシーの企業活動をしたりですね、もう一つ、今、力を入れているのは政府備蓄米 の有効活用というところで、政府としては農林水産省の管理のもと毎年100万トンの政府備蓄米というのがありまして、それをですね活用できないかというのを今までずっと言ってきたところがあります。で昨年ですね、その担当課とも再度お話しして、このコロナ禍の中で、食育というキーワードをもとに、新たにその子育て世帯を対象として活動している団体向けに政府備蓄米の提供ができるように変えましょうということになって、去年から使えるようになってきたというのがあります。ただこれっていうのは子育て世帯だけなので、それ以外の困っている人たちにも使えるように、また制度改定の方をしていこうと思って、ちょっと頑張っているところです。ありがとうございます。一言に食といっても様々なアプローチがあるんだなということを本当に短いこう時間にギュッと詰めてお話しいただきましたけれども、鎌倉さんお話伺ってみてどうでしょうか。
はい、いや本当にですね、まずこのフードライフラインという考え方、警察があるように、確かに困った時にその拠点があるということは、まあ、どれだけ生きるために大切かっていうのをすごい感じました。で、かつですね、こう一つ一つの活動だけじゃなく、やはりこう政策提言というか、まあ、柴田さんご専門でされてますけど、やっぱり仕組み化しないと、この課題というのはいつまでも残り続ける中、このセカンドハーベストさん、ここに力を入れてらっしゃるというのは、やっぱりすごい大切なことだなと改めて感じました。はい、ありがとうございます。いろいろご説明いただきましたが、お時間が迫ってまいりましたので、前半はこの辺で終わろうと思います。で、次回後半ですね、セカンドハーベストジャパンさんの各プロジェクト、そしてこのコロナ禍ですね、このコロナ禍の取り組みなどについても伺っていきたいと思います。鎌倉さん、柴田さん、次回もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは視聴者の皆さんもぜひ後半も引き続きご覧くだされば幸いです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。